見どころはです、ねえー、ガルマのセリフですね、まあ、かなりあの前半なんですけども、シャー、お前はよくもあの戦艦とモビルスーツ相手に2日も追撃できたものだというあのガルマのセリフがです、ね、あるんですけど、これ、6話じゃなくて7話だったかも分かんないんですけども、とりあえずホワイトベースと一線交えてみたガルマの思わず出てきたセリフですね、シャー、お前はよくもあの戦艦とモビルスーツ相手に2日も追撃できたもの。 つまりこれあのガンダムの第6話なんですけど1話からです、ね、6話までの間にです、ね、2日しか経ってないっていうですねなんか 驚もっと本当はこれはあのオンエアでは1ヶ月半ぐらいかかってるわけですねでそれがですね実はその物語の中では2日しか経ってなかったっていうです、ね、事実に僕びっくりしてですね実は先週の「ガンダム講座」ではですね「ルナ2」から「地球」までまあ1週間ぐらいだから、えー、速度はです、ね、秒速5 0 0ルからまあ秒速1キロぐらいというふうに話したんですけどもこの辺ね実はその「ガンダム」の公式資料でもいろいろ ババラバラになってるんですよね。つまり、えー、ホワイトベースが避難民を乗せて逃げたのがこの日でルナ2入ったのがこの日大気圏突入したのがこの日っていうやつで5日間ぐらいっていうふうにやってる資料もあるんですけども一応ですねあのガルマのセリフでですね2日間追撃できたというふうに言ってるのはですね以後は本講座ではですねあのー、ガンダムのですね僕はあの一番最初のテレビシリーズの「ガンダム」 だけをベースにっていうのはここから先のガンダムシリーズゼータとかダブルゼータとかです、ね、あの,のレコンギシタとかそういうものも取り入れた上で例えばミノフスキー粒子であるとかです、ねえー、ガンダムを設計したのがどこであるかっていう,ふうのをやっちゃうともう話がバラバラになってしまうのでもうあのこのガンダム講座僕がやるガンダム講座の中ではジオニック社は存在しないし。 それはもうあのスタジオの上の皆さんがですね、みのり処方のです、ね、月刊アウトの別冊を作るときに、でっち上げた設定として、アムバックとかですね、あとジオニック社とかですね、アナハイムエレクトロニクスっていうのがあるのでですね、公式で採用されてようとされてまいと、あくまで本放送の時にあった設定だけで、できるだけ僕はあの統一したいと思ってるんですね。あの以後はですね、えー、2日節を取りたいと思います。岡田夫の切り抜きき、動画をご視聴いただき ありがとうございました。他にも岡田敏夫の切り抜き動画を多数揃えておりますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします概要欄やコメント欄もチェックしてみてください